野戸かがりびは、西日本旅客鉄道及び IR 石川鉄道が、金沢駅、和倉温泉駅間を、IR 石川鉄道線、七尾線経由で運行する、特急列車である。本校では、七尾線及び、野戸鉄道七尾線、野戸線で運行されていた、優等列車の遠隔についても記述する。野戸かがりびの愛称幕2014年3月15日ダイヤ改正時点で、 金沢駅、枕温泉駅間の特急列車は、大阪駅発着のサンダーバードが4往復、越後湯沢駅発着の白鷹と名古屋駅発着の白鷺が1往復ずつの、いずれも北陸本線からの乗り入れ列車計6往復が運行されていた。しかし、2015年3月14日に、北陸新幹線の長野駅金沢駅間が、延伸開業するのに伴い、 北陸本線系統の特急列車の運行体系が大きく見直され、サンダーバードは1往復で継続運行するが、上越新幹線連絡特急であった在来線特急、白鷹が運行終了、白鷺は全列車が金沢駅発着になった。これを踏まえ、金沢駅、和倉温泉駅間の6往復の特急本数を維持することを念頭に、 北陸新幹線連絡特急として運行を開始した。JR 西日本の公式説明によれば、能登各地には、能登切子祭りに代表される、火や明かりを連想させる夏祭りが多く存在し、このような、人結びついた幻想的な、能登の風景、かがり火の燃え盛る勢いをイメージして命名された、ものとしている。2021年3月13日現在の、 運行外境は次の通り、金沢駅、和倉温泉駅間に号往復が運行されている。サンダーバード1往復を含めてこの区間には6往復の特急が運行され、北陸新幹線延伸開業以前の本数が維持されている。金沢駅白井駅七尾駅、和倉温泉駅全列車が681系、電車、683系電車で運行される。 1.8号には、サンダーバード用の編成が、それ以外の列車は、白鷺用の編成が充当される。運行開始当初は、基本編成のみの6両編成が使用され、グリーン車座席指定席1両、普通車座席指定席3両、普通車自由席2両の編成となっていた。2016年3月のダイヤ改正以降は、白鷺用編成で運行される列車について、 モノクラス付属編成3両での運行が所定と、のとじ、のとろ2 8 2 0 4 9ロマンスカーを先頭にした急行、のとろ金沢駅4番乗り場に残されていた急行、のとろの乗車目標、のとじは1960年に、準急列車として、金沢駅和島駅間で運転を開始した列車で、1959年から、同区間で運転を開始した、 快速列車の列車種別を変更したものである。運転開始してから約半月後に、能登線が開業したことにより、運転区間は、金沢駅輪島駅、牛津駅間に変更されている。1964年に1往復から4往復に、増発、同時に列車名も、能登じから、能登路に変更された。一等車は、大阪直通急行 奥の都に関連する金沢駅は島駅間一往復のみに連結されているのみで、使用車両もそれ以外ではキハ58系機動車ではなく、キハ55系やキハ20系機動車などが充当されるなど、ローカル準急列車としては当時としてはやや標準的なものであったとされている。百六十六年に運転区間がロメートル以上の三往復は急行列車化され、 1972年からは、年々増加する観光客の対策として、金沢駅七尾駅間を中心に増発が行われ、1978年のピーク時には下り9本上り10本が運転され、1980年からは、他客機の一往復にロマンスカーと称された、キハ28系改造車が連結された。このロマンスカーは、普通車座席指定席で、 当時の新幹線例軽電車と同様の転換クロスシートを設置し、運行中の車内で観光案内ビデオを放映していた。同時期に、有明・日輪で運行されていたビデオ特急に似たサービスであった。1991年9月1日に、七尾線津た駅、和倉温泉駅間の電化によって、ノトロアナの往復から3往復に削減されたのと、 同時に、七尾線七尾駅和島駅間と能登線は能登、鉄道へ移管されたが、2001年3月31日に、能登鉄道七尾線の穴水駅和島駅間が廃止されたことにより、先行して3月3日の改正で一往復に減少。2002年3月23日の改正で廃止された。1991年9月1日の、 七尾線電化から2001年3月2日までは415、計800番台も運用された。奥野と、奥野と、奥野とは1963年に大阪と、能登半島を結ぶ最初の優等列車として、下り大阪駅、和倉駅、上り和島駅大阪駅間で運転を開始した。大阪駅金沢駅間は、北国と並結運転する関係で、 急行列車として運転されていたが、金沢駅、和倉駅、和島駅間は、準急列車であった。沿線の期待度も大きく好評で、1966年に、全区間が急行列車化されたが、1968年に、加賀と共に列車名の整理が行われ、湯の国に統合されて廃止された。1970年10月から11月には、ふるさと列車奥のととして、 のと線穴水駅鈴駅間に土曜、休日運転の普通列車として運転を開始した。こちらはポスト万博の需要喚起策として企画されたもので、一部をお座敷化及び教職設備を設置した客車を蒸気機関車経営によって運行し、金沢からの観光客利用の便を考慮して、上下列車とも穴水駅で能と路に接続するダイヤ設定がされていた。 公表を受けて再開された1971年3月からは列車種別が急行に格上げされ4月末からは運転区間が金沢駅までに延長されたその後も土曜休日多客機運転として継続されたが牽引する蒸気機関車の検査の問題により1973年9月末をもって廃止した注ぎ注ぎは1962年に 準急列車として、金沢駅和島駅、牛津駅間で運転を開始し、穴水駅牛津駅間は、快速列車として運転されていた。翌1963年に、奥野とヘグラが運転開始されると、運転区間は、金沢駅牛津駅間に変更され、その1年後に、野戸路に統合され、わずか2年で廃止された。列車名は、能登半島の北部の和島市にある、 注ぎ海岸が由来となっている。つくも、つくもは1962年に、準急列車として、金沢駅和島駅、牛津駅間で運転を開始。1963年に、能登線の牛津駅松並駅間が開業したことにより、松並駅発着に変更された。注ぎと同じく1964年に、能登路に統合されて廃止されたが、1966年には、 のトロのうち運転区間が1 0 1トルを超えない、一往復については、準急のまま残されたため、この列車は、そそぎとして運転されるようになったものの、1968年に、再び、のトロに統合されて廃止された。列車名は、のと町付近にある991が由来となっている。エグラヘグラは1963年から1964年に、 かけて運転されていた、準急列車で、大阪駅、和倉駅、和島駅間で同日に運転を開始した急行、奥能都の車両を送り込むために、金沢駅、和島駅、牛津駅間の下りのみ運転された。奥能都の満員運用のため一等車も連結されていた。1964年の準急列車の列車名統合により、奥能都に統合されて廃止された。列車名は、 能戸半島の北方にあるヘグラ島が由来となっている。ユウトピアワクラユウトピアワクラは国鉄末期の1986年12月27日に運行を開始した臨時特急列車で大阪駅、ワクラ温泉駅間を東海道本線、湖西線、北陸本線、七尾線経由で運行した。当時は、 七尾線が非電化であったため電車の直通運転はできず、電車に起動車を並結する方法が取られた。大阪駅、金沢駅間では485系、来庁の後部に連結され、金沢駅、枕温泉駅間では単独で運転されていた。国鉄で電車と起動車が連結して、営業運転されるのはこの列車が最初にして、最後であった。車両運用の都合上、 金沢駅、和倉温泉駅間や大阪駅、金沢駅間に、特急、ゆウトピアライナーも運転された。七尾線の電化に伴い電車が、七尾線に直通できるようになったことから、1991年9月1日に廃止され、スーパーライチョウ、ライチョウが枕温泉駅まで乗り入れるようになった。運転開始から廃止されるまで、大阪駅、 バクラ温泉駅間で一往復運転されていた。連結する来庁は年度により異なっていた。使用車両にはキハ65系機動車改造のジョイフルトレイン、ユ・ウトピアが専用に使用され、二両編成で運転されていた。1988年にはおよそ同タイプの団体列車用車両、ゴールデンエクスプレスアストルが登場し、ユ・ウトピアの検査時、 週末のみ運転されていたものの、1988年3月13日のダイヤ改正からは、臨時列車ながら毎日運転に変更された。途中停車駅は新大阪駅、京都駅、金沢駅のみで、ゆウトピア枕を並結する来庁は、鶴ヶ駅、福井駅等の主要特急停車駅に停車するが、ゆウトピア枕は、京、花嫁の連想誌、 のトロへの統合なな宣伝加護北陸新幹線、金沢開業後。ありがとうございます。